次に岡本光成君。公明党の岡本光成です。質問の機会を頂戴いたしまして、委員長ほか理事の皆様、本当にありがとうございます。本日はまず初めに、6月7日、8日に行われました米中首脳会談について質問させていただきたいと思います。まあ、2日間にわたりまして、8時間、大変異例なスピードで行われたタイミングでもあったと思いますけれども、この首脳会談終了後、 安全保障を担当されているドニロン報道官、この方が記者会見で、今回の会談を通じて、両首脳は大変幅広い前向きな議論を展開できたというふうにご評価をされております、今回のこの米中の首脳会談全体を踏まえまして、その背景ですとか、ご評価、大臣、どのようにされていらっしゃるか、はじめにままずお伺いいいしたいと思います、はい、外務大臣、岸田文雄君。 はい、あのご指摘の米中首脳会談ですが、6月の7日から8日にかけて、この米国、カリフォルニアにおいて行われました、あの米中二国間および国際社会が直面する諸課題について意見交換をしたと、まあ、承知をしておりますあの。まず米国と中国、この二カ国が、相互に関与を進めるということは、 この地域及び国際社会の平和と安定という観点からして、これは望ましく歓迎したいと思っております。あの同盟関係にあるこの米国この日米、日米両国ですが、この首脳会談に先立ちましても、 密に一層通を行ってきましたこの米中首脳会談におきましても、米国側は、この我が国のこの立場を踏まえながら、対応したものと理解をしております。我が国としても、今後とも日米同盟を強化していくべく努力をしていきたいと思いますし、中国との,この間でも、 まあこの個別の問題がまあ全体の二国間関係に影響を及ばさないように、しっかりとこの戦略的互恵関係の原点に立ち戻って、この対応していきたいと考えております岡本光成君。ありがとうございます、えー、報道によりますと、7日の夕食会で、オバマ大統領が州国家主席に対しまして、尖閣の問題について触れられておりまして、 アメリカは主権に関わる問題には、まあ、いかなる立場も取らないけれどもと前置きをされた上えで、日中両国は話し合いを通じて、現在の緊張を和らげるべきだというふうなアドバイスをされたというふうに報道されております。日、まあ、あ日米米ののののここ同盟関係をもとににに中首脳会談の前に日本側側からアメリカ側に対して 何か、まあ、このようなことを議題にしてくださいですとか、このようなことをおアドバイスしてくださいというような事前のお話し合いというのはあったのかないのかということをお伺いできればと思います岸田文雄外務大臣。まあ、あの日米韓、この詳細なや,やり取りについては、まあ、控えさせていただきたいと思いますが、あの日米、えー、両国は、まあ、同盟関係にあります。 あのまあ本件、首脳会談の開催前にも、これは緊密に一卒は図ってえきました、えー、そして、このこうした一卒を踏まえて、この米国は我が国のまあ立場をまあしっかり踏まえ、対応したとえ理解をしております委員長岡本光成君。 あのこの会談に同席されたというです、ねえー、中国の外交問題を統括されている楊潔知国務委員、この方、えー、記者会見をされておりまして、まあ、その席で、えー、習主席はです、ね、一部の国が挑発的な行為をやめ、えー対話の、対話による解決の道に戻るように希望するというふうなことをおっしゃったみたいですけれども、まあ、内容についてはあのどうかなと思うところはありますけれども、まあ いずれにしても対話による解決の道を希望するというふうに、習主席がオバマ大統領におっしゃったというようなことを記者会見でおっしゃってますけれども、この以前には同盟関係をもとに、細かな話はできないという今のお話でしたけれども、首脳会談の後に、どのような詳細な議論がなされたかというような、 まあ報告というと言葉は適切じゃないかもしれませんが、えー、情報が米国からどれぐらい来ているのか、来ていないのかということをお伺いできればと思います岸田文雄外務大臣、えー。米中首脳会談につきましては、まあ、会談後、えー、外交ルートを通じまして様々、さまざまなレベルでこの内容について、えー、この米国からこの情報を得ております。委員長 岡本光成君このように議題の一つが、尖閣諸島をめぐる緊張を緩和するということであって、それに対して、オバマ大統領からもメッセージが投げられ、習主席からもそれに対応するような形で対話を望むというようなことがあったわけですけれども、実はです、ね、この米中首脳会談6月7日から遡って今日まで、尖閣諸島近辺での 中国高専の領海侵犯のニュースをほとんど私、聞いたことがないんですけれども、ここ最近の中国高専に関する領海侵犯の状況について、教えていただけますでしょうか。海上保安庁、松野隆二次長統計的なことをちょっとお話しさせていただきます、はい、あの昨年9.11、9月十一日の国有化以降、中国高専がこの海域によく参っております。 273日あるんでございますが、これ割ってみますと、大体、了解侵入が17%の日、それで、えー、接続水域に参りますーが72%の日で参っております、でここ1か月で取りますとです、ね、実は5回、了解侵入しておりまして、17%弱なのでこれ、これに近いことは近いんでございますが、あのここ2週間ぐらいで取りますと、こう1回しか来ておりませんので、そういうは了解侵入、ここ2週間少なくなっているというのは事実でございます。 といいいう感じもいたしておりまますす以上でござ岡本光成君最後に中国高専が領海審判をしたのは何月何日でしょうか。会場保安庁、松野次長、5月26日でございます。委員長岡本光成君。今の統計はどういうことかというと、過去9か月間で合計46回の領海審判が行われておりますので、月に直しますと、ざっくり1月5回です。まあ、最大の月は 昨年の12月の8回、最小の月は今年の3月の3件だというふうに思いますけれども、つまり、毎月コンスタントに5回ぐらいは領海を,し領海を侵犯していた抗戦が、この2週間は1回も入ってきてないということです。これは何を意味しているかというと、私自身、中国とも働いてきたこともありますけれども、中国人というのは大変国際世論を気にする。 特に国家レベルですと、私たち日本人が思っている以上に国際世論に敏感であります。したがいまして、私が思うに、まあ、米中首脳会談、特に米国を中心として世界がこのアジア海域における緊張感を望んでいるときに、その話し合いの前後で、良感心配をするようなことがあってはいけないということで、慎んでいるのではないかなというふうに私、理解をしているんですけれども、もしそうであれば、まあ、今後、 6月17日、18日にはイギリスで G8 サミットも行われますので、まあ、この席でぜひ外務大臣、そして総理から国際社会に向かって、またはこの G8 の参加国のメンバーに向かって、この問題を新たに定義をしながら、この海域での緊張緩和をです、ね、国際世論としていくような取り組みをぜひお願いをしたいというふうに思います。その中で特に オバマ大統領と安倍総理のですね日米首脳会談を実現をさせるような事前準備をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか岸田外務大臣。あの委員御指摘のように、この国際社会における、この広報、まあ、戦略といったものは大変重要だと考えております。あの まずこの中国によるこの尖閣諸島へのこの交戦派遣と力によるこの現状変更の試みには、毅然かつ冷静に対応していかなければならないと考えています。国際法の遵守と基本的なルールにの重要性について、国際社会としっかり共有していかなければいけない。こういったことで、従来からもこの外務省としても、 総理、外務大臣をはじめ、この各国の大使等も含めて、さまざまなこのメディアへの対応を行ってきたところであります。そして、その上で G8 において、この対応を考えるべきではないか、こういったご指摘をいただきました。につきましてはこの まあそのどのようなうんその会合が持たれ、そしてそれに合わせて、さまざまな二国間関係もま取り沙汰されておりますが、具体的なこの日程等については、今、調整中であります。たただあのそうしし場場を通じまして我が国の立場 をしっかり国際社会の中で、えー、この示していく、明らかにしていく、こういった視点は重要だと考えます。まあこういった視点で、えー、具体的にどのようなこの対応を行うのかしっかり検討していきたいと考えています。岡本光成君、ありがとうございます。えー、諸外国のさまざまなメディアの報道等を見ておりましても、良、えー、い,い悪いにかかわらず、えー、中国、韓国という国は。 まあ国際世論の中でどれだけ自国のプレゼンスを上げるかということに本当に時間、お金を抑えておりまして、その意味から我が国もですねまあ対抗ということではないですけれども、そこにまあでしょう勝負を決する重要なポイントがあるのであれば、もっとエネルギーを割いていただきたいなというふうに切に思います。続きまして、今回議題になっております協定について質問をさせていただきたいと思います。先ほど、牧原委員からもご指摘がありましたように、 協定のの、ね、締結全体的にスピード感がが遅いいいななというのが私率直な意見でございますしかしながら、その問題意識を持って、役所の方にも今まで質問をしてきたときにはです、ね、常に答えとしてお伺いをしたのは、適切なタイミングで適切に条約の提携あの、協定の提携はやっておりますと、つまり、実際に日本の企業がそこに行くようなタイミングに、 まあ合わせてまたは社会保障であればその国で働く日本人の方がある程度の数になったとき、ですから現在の協定の中でも実数としては、つまり実利としてはほぼほぼ大きなものが獲得できていますというふうなご説明を受けてきたんですけれども、もしそれが本当であれば、適切な協定が結ばれているにもかかわらず、日本の企業が諸外国と比べまして、GDP GDP 比で対しますとです、ね、海外に対する対外の直接投資というのも圧倒的に少ないんですね、適切な土俵ができているにもかかわらず、その土俵の上で相撲を取る人は誰もいないという状況になっています、まあ、誰もいないというのは言い過ぎですけれども、諸外国に比べまして大変に少ないと、一方、えー、成長戦略からも他国から我が国に投資をしていただくこと、非常に重要なんですけれども、体内直接投資については、もっと悲惨な状況になっておりまして、 全世界のこれだけ大きな GDP を占める我が国に対する、対内の特設投資は1%レベル、全世界で行われている投資の1%ほどしか、我が日本には投資をされておりません、十分な協定が結ばれていて、土俵ができていて、それが適切に運用されているのであれば、何故にそれを利用して投資をする方、投資をされる方というのが、 このように少ない現状になっているかという、その認識、分析をまず教えていただければと思います岸田文雄外務大臣。あのまあ、ご指摘の、まあ、直接投資ですが、うんまずあの日本の、まあ、対外直接投資、えー、2005年以降、この、まあ、リーマンショック後の一時期を除きまして、基、え、調、ー、としては増加。 あ基調にあります、えー、対外直接投資残高、まあ、2006年末が約53.5兆円、えー、そして2012年、えー、末が89.8兆円、えーまあ、こうしたあの拡大を示しておりますあの。これに対しましてあの我が国に、我が国に対する直接投資、これはご指摘のように諸外国、えー、との と比べて大変低い水準にあります2011年末時点のこの対日直接投資、投資残高対 GDP 比3.9%ですが、各国、英国におきましては49.8%、カナダが34.3%ですから、こうした国々と比べて大変低い水準にあるということです。 あのまあ、産業界からは、こうしたの実態に対,す対して、んこのまあ国内の,この投資、事業環境がやはり世界水準になっていない、こうしたことが原因だという指摘もされてお,らおります。まあ、こうしたの体内直接投資、まあ、活性化するためには、 さ、あのー、まざ、あ、まな努力が必要だと考えています。あの先般、この安倍総理も、この6月5日ですが、まあ、成長戦略に関するスピーチを行いました、まあ、その中で、まあ、国家戦略特区の創設ですとか、えー、外国人でも安心して病院に通える環境ですとか、イン,インターナショナルスクールの充実ですとか、まあ、こうした環境整備をする,する、こうした方針を示したところですが、 まあこうした点につきまして、我が国としてもしっかりと環境整備をしていかなければならない、こうした認識を持っております。併せて、あのまあ、日本を魅力的な生産拠点、投資先とするための高いレベルの経済連携、えこうしたものも取り組んでいかなければならないと考えております委員長岡本光成君。ありがとうございます、えー。ただいまご答弁いただきましたように、協定を結ぶというのは、そういう意味では必要条件ではあるけれども、 投資を日本に持ってくるための十分な条件にはなっていないということで、そのご認識を大臣ご自身もお持ちで、それをそのより良い環境にするためには、まあ、他の省庁とも連携したような魅力の増大ということをおっしゃっているわけですから、もしそこに問題点があるというふうにご認識であれば、そこに関しても、次の一手というのを早急にお示しをいただくようなご尽力をいただければと思います。最後に、先日行われましたティカットファイ5についても一言ご質問をさせていただきたいと思います。 このティカットファイブの最後に安倍総理から今後5年間にわたりまして我が国からアフリカに対して ODA で1兆円レベル官民合わせて3兆円を超すようなですね投資をしてまいりますというふうな記者会見をしていただきましたけれども実はアフリカ諸国ですでにプレゼンスを高く保っているような国例えば中国だったり韓国という国は まあその国の首脳がですねアフリカに出向いて、信頼関係を結びながら、投資の機会、また支援の機会というのを見出してきたというような現実がございますので、我が国でティカットが行われていること、これ、素晴らしいことだと思いますけれども、総理、そして外務大臣をはじめ、我が国からアフリカに足を運ぶということにも、まずぜひご尽力をいただきたいと思います。そのの上でナイゼリアの中央銀行総裁はです、ね フィナンシャル・タイムズの記事で、このようにおっしゃっています、中国はアフリカから一次産品を奪い、工業製品を我々に売りつけている、まさにこれは植民地主義の本質の一つだ、いわゆる批判をしていらっしゃるんですね、つまり、ある意味、大きな金額をアフリカに投資をすることが経済支援のように見えてるけれども、アフリカの方からご覧になると、それは、えーまあ、植民地支配の一角のような、 経済支援のよううに見えるというご批判をされております、まあ、我が国の今後の支援がそのような形でアフリカの方々に受け取られないようにするために、お互いがウィンウィンになるように、そして日本独自のまあ価値観であったりというようなことを十分に共有をできるような支援の体制にしていただきたいと思うんですけれども、今後の投資に関します、基本的な我が国のポリシー、そしてお互いが利益を共有できるような形というのをどのように考えていらっしゃるか。 ご答弁をいただければと思います、えー、岸田文雄外務大臣。あのまずあの、アフリカの現状を見ますときに、えー、この、まあ、成長の大陸としてのこの大きな可能性を強く感じます、えー、そして今、今、委員ご指摘になられましたように、このアフリカとの関係、えー、支援、まあ、連携につきましても、やはりウィ,ンウ,ィンのウィンウィンの関係をしっかりと作っていかなければいけない、このように考えます。 そしてテーカットプロセスの中でも感じましたことは、アフリカからは我が国に対する期待、評価、大変あの高いものがあり、その中にあ,りあって、従来の援助から、やはり投資に対する期待が高まっている、こうしたことを感じました。そして、この投資というこ,のことの真意ですが、要は、 この単なるこの援助で,ではなくして、えー、技術移転とか、あるいは雇用、まあ、こういったものを,を生み出す、まあ、支援であってもらいたい、まあ、こういったことだと、えー、感じています、そしてあの、このあるアフリカの首脳からは、安倍総理に対して、職場に倫理を持ち込んだのは日本だけだという声もありました、要は時間をしっかり守るとか、それからアフリカにおいては、 この日本語の改善という言葉がですね、この職場システムとして大変評価されている、こういった実情もあります。こういった日本独自の,この支援の在り方をですね、まあ、しっかりと大事にし、今後、の他の国の支援との違いを出し、 日本のこの,この成果や評価につなげていかなければならない、まあ、こんなことをこの TCAD5 を通じて感じたところです。ぜひこうした思いを大事にしながら、この TCAD プロセスも20年の歴史を刻んだわけですが、この歴史を踏まえて、将来に向けて、この日本のアフリカ支援の成果につなげていきたいと考えております。 岡本光成君ありがとうございます、えー、アフリカ支援に関しましては、量だけではなくて、その質を国際社会に評価をしていただけるような支援をお願いいたしまして、私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました <coughs>